福永探偵社のお時間ですけども、近頃ブームになっているスイーツで、あんバターってよく聞きませんか。結構今いろいろ出てますよね。あの CM でもね、あんバターさんっていうね、 あの CM のキャラクターにも一つ謎があるそうですし、まあ、そもそもこのあんバターってのは一体どこにルーツがあるんでしょうか。福永探偵社で調査しました。お待たせしました。こちらアンバタートーストとコーヒーのセットですね。はい、ありがとうございます。うわー、美味しそう。あんこの甘さとバターの塩気、たまらんねー。もしもし、天谷探偵かね。今君はどこにいるのかね。調査が片付いたんで、カフェでアンバタートーストをいただいてました。何？アンバター？奇遇だね。実は私もコンビニで買ったアンバターデニッシュロールを一緒に食べよっかななんて思って電話したところなんだよ。僕たち気が合いますね。いや本当だね。まあ、ただね、最近いろんなあんバター商品が出ているみたいだけど、あんこの原料の小豆も、それからバターの原料の牛乳も、北海道が一大生産地じゃないかね。ん？もしかしたらあんバターの発祥は北海道なのでは。可能性はありますね。調べてくれたまえ。ということで、本日の福永探偵社、近年人気となっているあんバターのルーツを探ります。まずはオータムフェストでにぎわう大通公園で聞き込み開始。あんことバター、トカチの方とかですかね。トカチの小豆と乳製品の組み合わせで。トカチ？トカチ帯広っぽいです。なんかあの甘いものいっぱいありますよね、帯広って。スイーツの街みたいなので、やっぱり十勝、帯広とかだと流月とか、あのお菓子屋さんも多いですし。あんバター北海道じゃないんですか。お土産でありますよね、あんバターさんみたいな。流月のあんバターさんしか思い浮かばないです。いや確かに、ほとんどの方があんバターの発祥は十勝方面、またまた流月のお菓子から始まったのではと考えているようです、ね、皆さんそうおっしゃってるのか。そうなんですよ。そうですかね。その流月のあんバタさんが発売されたのは今から4年前の2018年。十勝産の小豆を使用したあんと、北海道産の牛乳で作られた新鮮なバターをサンドしたサブレで、累計販売数は2000万個以上。あんバター旋風を巻き起こした大ヒット商品です。あんバタさん、あんバタさん、あんバターさん、あんバターさん。ちなみに CM でもおなじみ、帽子と眼鏡が特徴のこの男性は実在の人物がモデルとなっているんです。あら、本当にいらっしゃる。それがこちらの根本昇さんです。あら、現在御年87歳。退任後の今もアドバイザーとしてご活躍されている根本さんは、昭和27年に入社し、流月の初代工場長に就任。当時の常識を覆すあんことバターの組み合わせを生み出した人なんです。のぼるさん、ありがとうございます。そしてあんバタさんのパッケージを見てみても、昭和20年代の終わり頃、流月の職人さんたちが当時は邪道と言われたあんとバターを合わせてみたと書いてあるではありませんか。ほうほうほう。あんバターの発祥は流月の十勝説、有力になってまいりましたね。これ読めばよかったのか、そしたら。さらに現在のあんバターブームについても調査すると、札幌市内で十勝産小豆を使ったあんバター商品を発見しました。失礼します。うわー、いい香りですな、店内。美味しそうなパンがたくさんありますね。さあ、どこだどこだどこだ。ありました、あんバター。
調査中も次から次へとお客さんが買っていきます。あんバター美味しいからね。バターがすごい。あんバターさんと、そんなもんで食べてみようかなって。十勝産の小豆を使ったこしあんと、道産牛乳を使った厚切りバターを大胆にサンド。さらにはパンも道産小麦使用とオール北海道のあんバターです。いつから発売されてるんですか？はい、昨年の2月頃に発売させていただきました。当初はペンギンベーカリー丸山店のみで販売していたんですが、人気がたくさん出ましたので全店で販売をさせていただいております。ペンギンベーカリー北野店にも今月新登場し、現在では9店舗全店で販売するようになったという人気商品です。札幌市内にあるパン店にも電話で調査してみたところ、どんぐりやボストンベイク、ブーランジェリーコロンにブルクベーカリー、そして白熊ベーカリーにブールアンジュなど人気店でも販売。2、3年前から現在に至るまでアンバターブームがどんどん広がっているのが分かりますよね。はい、ちなみに福永主任は一緒に食べようかなと思って誘ってくれたアンバターデニッシュロールも今年6月に全国のローソンで発売されていて、道内のみならず全国的にアンバターブームの最中であるのは間違いなさそうですね。これも食べ応えあって美味しかったよ。うん、また北海道産小豆を使った商品が全国的に大ヒットしていることも判明しました。あ、今月12日に発売されたばかりの新商品、はい、アンバター飴も十勝清水町の小豆を使った深い味わいのキャンディーと、北海道産の発酵バターのクリームが中からとろける北海道がギュッと凝縮されたあんバター商品の一つです。美味しいです。あ、美味しい。これ飴あったんだ。食べたい。美味しいですよ。あの有名なパイン飴の会社が手掛けているんですが、誕生から71年を迎えるパイン飴の人気を早くも揺るがす存在になっていました。すごく人気なんですよね。はい、9月12日に発売になって、9月の売り上げを比較してみると本当にパン屋に次ぐヒット商品に現時点ではなっている感じですね。だって発売してまだ1ヶ月経ってないですよね。それでもうパン屋に次ぐ人気になっちゃってるんですか？はい、私も昨日売り上げを集計してびっくりしました。これ超える日来るんじゃないですか？来るかもしれませんね、皆さんのリピート次第では。はい、これだけの物的証拠が集まる中、アンバターの発祥を知る重要人物を見つけました。北海道発祥じゃないんですか？どうも、うさまぐです。今日はお取り寄せできるアンバターご紹介していきたいと思います。ちょっと意外な人物です。そうですね。これまでに食べたアンバターは1500食以上、アンバターマニアのうさまぐさんです。まずですね、うさもぐさん、あんバターの魅力ズバリ教えてください。美味しさがもう格別なんですけれども、組み合わせるあんことかバターによって全く違う味わいになるので、本当に同じあんバターが世の中に一個も存在しないと言っても過言ではないぐらい、一重にあんことバターの組み合わせと思ってほしくないなというか、そういう奥深さがやっぱりあんバターの魅力かなと思っております。で、アンバターの原料となっていますね。はい、小豆や、牛乳っていうのは、北海道が一大産地なわけですよ。ですからもしかしてアンバター発祥の地っていうのが北海道ではないかと睨んでいるんですけど、どう思われますか？いや、確かにそうと言いたいところなんですけど、ちょっと実は違うんですよね。違う。アンバターの原点というのが多分小倉トーストなんですけれど、その小倉トーストの発祥が名古屋なんですよね。そうか、そうか、名古屋。そうです。本当にそういう気持ちになった。1921年ぐらいだったと思うんですけれど、その喫茶松葉さんっていう名古屋の老舗の喫茶店で生まれたっていうふうに聞いてますね。名古屋に現存する中で一番古い喫茶店松葉、果たしてここがそうなのか。私、あるアンバター
マニアの方からですね情報を仕入れたんですけれども、あんことバターの組み合わせで始まったのは松葉さんってことで間違いないですよね。はい、こちらが始めたのは小倉トースト。名古屋の定番小倉トースト誕生の瞬間こそがあんバターの始まりだったんです。あんことバターの組み合わせのメニューというのはお店が出していたんですか？学生さんだったって聞いてます。学生さん時代からいくともう大正とかそういう時代、パンにぜんざいをつけて食べてるのを見てこれいけるんじゃないかなと思って、ママさんが小倉トーストを店で商品化したという話を聞いてます。今なおブームが続いているあんバターなんですけど、そのきっかけとなった松葉さん側からするとどういう感じなんですかね？何も今更みたいな感じもしますけども、はい、まあまあね、名古屋では昔からあるメニューですからね。すいません、すいませんでした。ということで調査報告、あんバターのルーツは名古屋の喫茶店で大正時代に誕生した小倉トーストだということが判明しました。しかし北海道が発祥の地ではなかったものの、これで終わりではありません。北海道ブランドを打ち出したあんバターで町の未来を切り開いているという情報を入手しました。こちらは創業73年の川西製あん所、高い品質と十勝の小豆にこだわる老舗です。もともとは小豆本来の風味である部分ですとか、コクであるところ、そこをなるべく生かすような形で生産するっていうところが念頭にございましたので、混ぜ物をしたりとかっていうことはあまりなかったかなと思います。とはいえ素材の味を大切にしつつも 2,3 年前からはあんバターの製造も始めました。そんな中大ヒットとなっているのが、こちらが別海町で作られたバターになっておりまして、コクがあるんですけどまろやかで、あんことは非常に相性がいいバターなんじゃないかなと思います。今別海町役場さんがふるさと納税の返礼品ということで、その商品が今人気になっているってことですか？はい、そうですね、おかげさまでたくさん作らせていただいております。たくさん、はい。去年9月に別海町産のバターを使用したあんバターを楽天のふるさと納税の返礼品にしたところ大人気となりました。何かこの生乳生産量日本一の町別海町でこうスイーツで作れるものはないかというものを考えていた時にですね、まあ昨今のあんバタブームというものもありまして、ちょっとそちらにあやからせていただいたというところでございます。北海道産小豆を使った粒あんに別海町産のバターを練り込んで作ったあんバター、林さん曰くそのままトーストに乗せて食べたり、アイスクリームに添えて食べたりするのがおすすめだとか。いい、これも美味しそうですね。美味しそう。あんバタセブンという気になる名前の由来ですが、人口の7倍以上の牛がいる町という意味から来ているんですね。なるほど、その7なんですね。ふるさと納税のそのいわゆる税収といいますか、それってやっぱりカーンと上がったわけですか？はい別海町がですね、令和2年度の、皆様からいただいた寄付額というのがですね、およそ1億4000万程度だったんですけども、令和3年度になってからですね、24億5000万円以上ということで約16倍の伸びとなっております。そんなにですか？じゃあ皆さん、あんバター様々ですね。そうですねおかげさまで。地元の特産品を生かしたあんバターをふるさと納税の返礼品にすることで注目度も寄付額も大きく伸ばした別海町の取り組み、いや目の付けどころが素晴らしいですよね。このようにあんバターブームは北海道に恩恵をもたらしていることも分かりました。どうですか主任？いやー、よくぞ調査してくれた。あんバターのルーツは名古屋ってことはしっかり認識しないとこれすでに当たるんでね。ただ北海道でこんなにあんバターブームが来てるのはやっぱりその北海道の企業であったり、あとやっぱり生産者の方が美味しいものを作り出してるからってことは言えますよね。バターも小豆も美味しいものがあるからこそ、もう単純に今あんバター食べたくなりました。 いいですよあんバター食べてこう別海とかも応援したいですよね。十勝も応援したいしね。バターね、本当にお菓子やパンに限らずまだまだ可能性を秘めてるな
だなんて思いましたけれどもね。ちなみに最後に紹介したあんバタセブンなんですけれども、楽天限定のふるさと納税の返礼品のため一般販売はしておりませんので、お間違いのないようお願いいたします。